数々の戦いを勝ち抜いてきた孫悟空は息子悟飯を連れて仲間との再会を果たしていた。その頃、突如宇宙から現れた異星人が衝撃の事実を伝える。俺は貴様の兄ラディッツ、そして貴様はこの星の人間ではない。全宇宙一の狂戦士族サイヤ人だ。孫悟空はその圧倒的な力の前に倒れ、息子ご飯を連れ去られてしまうのであった。謎の異星人戦士、来週。ふん、二人で来たというわけか。一応聞いてやるが、貴様らここに何しに来た。待ってたろ、オラの子取り消しに来たんだ。お前らごときで俺に勝てると思ってるの？身の程知らずとはこのことだ。オブってのはただ強かいいっちゅうもんじゃねえぞ。違う作戦があった。こうまで間抜けとはな。ならばいいことを教えてやる。俺の他に生き残ったサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぜ。ミスだな。今やるしかねえ。ご飯はオラが助ける。準備していたろ。
待たせたな。覚悟はいいか。魔眼光殺法！ぐっ、ちくしょう！兄ラディッツとの戦いで死んでしまった孫悟空は天界に住むという海王様に会うべく長い長い蛇の道をかけていた。あそこだ、あそこに海王様の家があるんだ。サイヤ人の来襲に備え海王星での修行が始まるのである。6ヶ月後、ついにサイヤ人が地球に迫る。ぐちゃぐちゃに潰された息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。孫悟空の静かな怒り。そういや、もう一匹バラバラになったチビもいたっけな。そうか、ちょうつった。よし、あげるぞ。さらら、動けないサイヤ人など必要ない。天下分け目の超決戦。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。どうかな。落ちこぼれだって努力すりゃエリートを超えることがあっかもな。では
努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。してぶっ潰してやる。後悔するがいい、カカロット。はじけてまだれ。なんだありゃ、何をしたんだ。元気玉を食らわしてやる。海王様との修行で得得した元気玉を準備する孫悟空であった。どうだ、手も足も出まい。このまま握りつぶしてやる。にゃー。何か嫌がるな。どこだ。お父さんを離せ。なんだ、カカロットのガキか。わざわざ父親の最後を見に来たのか。演算。よーく見ておくんだな。跡形も残らんように潰してやるから。もう一人いることぐらい気づかんとでも思ったか。残念だったな。ちくしょう。もう一匹いやがったとは。見せろご飯の底力。そんなに死にたいか。だったら望み通りぶっ殺してやるぞ、ゴミどもめ。悟空のくれた元気玉、
のに。はあ、金剣ご飯、そいつは味方だ。やっとの思いで倒したサイヤ人であったが、残された力で宇宙船を操る。自分の星へ逃げ帰ろうとしていた。畜生、俺が無様だ。殺されたみんなの恨みだ。体が言うこと。死ぬ。待ってくれ。そいつを生かしてやってくれ。間違ってるのは分かってるけど、頼む。俺はもう一度そいつと戦えて、この次は絶対にベジータを倒してみせる。ほら、一人にやらせてくれ。貴様らに奇跡はないぞ。こんな時はぶっちぎりのパワーでちょいちょいとやっつけてくれよ。すまねえクリリン。死んだみんなを生き返らせることのできるドラゴンボールがナメック星っていう星にあるらしいんだ。ブルマたちが先に探しに行ったんだけど。誰にも邪魔はさせんぞ。ドラゴンボールは私のものです。次回ドラゴンボール Z、 いざナメック星へ。みんな待っててくれよな。サイヤ人ベジータを逃がした孫悟空たちは、死んでいった仲間たちを生き返らせるために神の残した宇宙船を手に入れ、ドラゴンボールがあるという神の母星ナメック星へと旅立つのであった。無事ナメック星へたどり着いたブルマたちであったが、サイヤ人の宇宙船だ。思いもよらぬ出来事に地球への連絡を取るのであった。亀仙人から話を聞いた孫悟空は、ヤジロベエが持ってきた戦術の力によって完全に回復し、天才科学者であるブルマの父に改造してもらったサイヤ人の宇宙船に乗り、ナメック星へと出発するのだった。いざナメック星へ。よし、早速修行始めっか。ナメック星に着くまでにあのベジータっていうやつを超えなきゃなんねっちゅうな、えらいことだ。まずは基本から徹底的に聞き直さねえとな。
悟空よ、聞こえるか悟空。お、その声は海王様か。悟空、よく聞くのだ。今お前の向かっておるナメック星には、あのサイヤ人よりとんでもない奴がおる。ナメック星についてもそいつだけには絶対に手を出すんじゃないぞ。分かったか。やつだけにはな。たとえ手を出さねえにしたって強くなって損はねえさ。ご飯とクリリンはドラゴンボールの生みの親最強老と出会い、潜在能力を引き出してもらうのであった。ナメック星人を襲い、ドラゴンボールを奪っていくフリーザ一味、その親衛隊であるギニュー特戦隊の前に、フリーザからドラゴンボールを奪ってきたベジータと共になすすべもなくやられてしまっていた。負けて
ス、ナメック星に到着します。おい、クリル、マジーズ死にかけて、すぐ行くぞ、待ってろ。今こそ修行の成果見せてやる。悟空到着。おめえたちよく頑張ったな。あとは任せてくれ。こいつらおらしといて片付けた。チッ、妙な野郎だぜ。俺たちは一人で片付けたぞ。おめえらおらに勝てねえ。戦わなくてもわかる。ブワー何を言うかと思ったら、これ以上大ボケ野郎の冗談には付き合ってるのに、一瞬で来たじゃねえ。よくも俺様の可愛い部下たちをやってくれたな。義乳特戦隊隊長、義乳様自らが思い知らせてくれるわ。ベジータ、おめえはもう一人のやつをやってくれ。死にかけて前傾してから力がぐんと増えたはずだ。これで勝てねえ相手じゃなくなった。チッ、知ってやがったか。よし、行くぞ。ドラゴンボールは俺がいただいた。あばよ、カカロット。ベジータ、引きやれ。なんという強さだ。まさか貴様はスーパーサイヤ人なのか。悪いが、おめえはオラに勝つことはできねえ。無駄な叩き合いはしたくねえんだ。この星から消えてくれ。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか、貴様はスーパーサイヤ人にはなりきれていないのだな。だが少なくともこの俺様よりはるかに強い。気に入ったぞ、その体。ああああ、何を。チェンジ。交換させてもらったぜ、貴様の体と。見つけたぞ。よくここまで来れたな。もっとひどい傷をつけておくんだった。まったくその通りだぜ。ベジータか。さっさとするんだな。残った方を片付けてやる。く
そ、ならば死に損ないから先に始末してやる。孫悟空がその傷を癒しているとき、ご飯たちはついにドラゴンボールでピッコロを生き返らせることに成功する。ここがフリーザ。しかしフリーザの圧倒的な力を前に、決めた！悟空復活。まだゴミが残っていたのか。誰だろうと逃がしはしないよ。オラは地球育ちのサイヤ人だ。おめえたちに殺されたサイヤ人のために、このナメック星人たちのためにも、俺をぶっ倒す。
このナメック星の近くにあるたくさんの星をほんの少しでいい元気を分けてくれ。このフリーザ様によくもここまでやってくれたな。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミに捨てやる。できた。伝説のスーパーサイヤ人。ご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。様がこうなったら見せてやるぞ、 100% の力を。静かなる激闘。
度は木っ端みじんにしてやるぞ、あの地球人のようにな。あの地球人のように、クリリンのことか。クリリンのことか。最後の頼みだ、フリーザの宇宙船が。悟空、死ぬな、死ぬな。そんな、せっかくドラゴンボールで地球に帰ってこれたのに。少しは頭を使ったらどうだ。本場の線路ってこんなにでかいの？さあ、一つ目の願いを言うがいい。おっ、ほら悟空、ナメック星からなんとか脱出できたんだけど、地球に帰ったら未来から来たっていうやつが現れたんだ。今から3年後、この地球に恐ろしい敵、人造人間が現れます。私こそが究極の生命体。次回ドラゴンボール Z、 新たなる脅威。いい、ほら病気になっちまうか。思い知らせてやるぞ、サイヤ人。誤算だった。スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。生き延びていた孫悟空のことを知る青年は驚くべき事実を伝える。
今から3年後、ドクター・ゲロという科学者が作り上げた人造人間が現れます。そして悟空さん、あなたは今から1年後に心臓病にかかり死んでしまわれる。青年の名はトランクス。なんと未来からやってきたブルマとベジータの息子であった。孫悟空に薬を渡し、未来に帰っていくトランクス。そして3年の月日が流れた。新たなる脅威。孫悟空、貴様は我々に勝つことはできない。スパイロボを使い、貴様の戦いを偵察していたのだ。なるほど。だがナメック星での戦いもスパイしたんか。その必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。ほう、確かにかなりのパワーアップを果たしたようだ。なんだ、わしは当然と19号でも十分に倒せるレベルだ。そう、ではその強さを早速見せてもらおうかな。あいつ勝っているっていうのにかなり辛そうだ。お父さん病気なんだよ。心臓の。うわうわ、まずいぞ。エネルギーを。カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。スーパーサイヤ人となったベジータであった。新たに目覚めた人造人間には歯が立たなかった。待っていろよ。17号、18号、
今の地球に必要なのは神ではない、強者なのだ。ベタな化け物。次はお前がこうなるのだ、ピッコロ大魔王。貴様はどういうわけかピッコロを知っているようだな。だが残念だったな。人違いだ。邪悪な予感。人違いだと？貴様はピッコロ大魔王ではないというのか？そういうことだ。私の名はセル。貴様らやフリーザ親子の細胞を持つ未来から来た人造人間だ。何？未来から来た理由は何だ？人間どもの生体エキスだけではなく17号、18号を吸収して完全体となることだ。17号、18号は必ず手に入れてみせる。邪魔はさせんぞ！太陽剣！ピッコロたちから逃げながら人々を襲い、パワーアップしていくセット。病気は治った。俺はこのままじゃとても勝てやしね。ご飯連れて修行しようと思うんだ。じゃ行ってくる。それから1日が過ぎた頃。よう、孫悟空はいるか？忍び寄るセル。何も喋らなければ殺す。いいな。ふん、そう簡単にはいかんぞ。
ピッコロたちから逃げながら人々を襲う。何も喋らなければ殺す。勝負はこれからだ。セル！とうとう記念すべき日がやってきた。この私が17号、18号と合体し、完全体となる日が。悟空たちの木だ。あれ、やっぱベジータもトランクスもいるぞ。セルの木も感じるから生きてる。どうなってんだ一体。精神と時の部屋での修行を終えた悟空とゴハンはセルが完全体となったことを知る。10日後に武道大会を開いてやる。せいぜい強くなって楽しませてくれ。やけに落ち着いとるな。精神と時の部屋で何か発見でもしたのか。まあな。おお、この世界チャンピオンミスターサタンがセルなんてぶっ潰してやるぜ。やれやれ、どうしようもねえバカだ。そして10日後、運命の日が訪れる。やっと来たようだな、孫悟空。待っていたぞ。セルゲーム始まる。よし、オラからやらせてもらう。いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだ。来い。Yeah!
いいぞ孫悟空、今の私は体力が減っている。先頭とやらを食うがいい。さらに素晴らしい試合になるはずだぜ。メッタ降参だ。おめえの強さはよくわかった。オラもうやめとく。今度の試合で多分セルゲームは終わる。そいつが負ければおめえに勝てるやつはいねえからだ。おめえの出番だぞ、ご飯。な、無茶を言うな、悟空。戦えるわけないだろう。相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。クロ、ご飯はオラたちの思ってる以上に信じられねえような力を持ってんだ。そいつが精神と時の部屋で解放され始める。あれ、ご飯、平和の世の中を取り消してやるんだ。わかりました、やってみます。悟空を超えた戦士。生意気なガキだ、すっかりその気か。幸運かもしれんぞ。真の恐怖を知った途端死ぬことになるんだからな。Ah!
もうやめようよ。こんな戦い意味がないよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。お前みたいなひどいやつでも。僕には分かってきたんだ。お父さんがセルを倒せるのは僕だけだって言ったことが。僕は昔から怒りでカッとなると自分の意志を超えてとんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算して。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。やはりガキだな。それどころかどうしても貴様を怒らせたくなってきたぞ。ご飯を怒らせようとするセルの前に16号が破れ、仲間たちも次々と気づかれていくのだ。やめろ、やめてくれ。その子は人造人間。正しいことのために戦うのは罪ではない。精神を怒りのままに自由に解放してやれ。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。余計なお世話だ。出来損ないも。孫悟飯爆発。いい気になるなよ、小僧。本気で私を倒せると思ってるのか。倒せるさ。
思い浮かばなかった。え？バイバイ、みんな。ゴクー！ここまでよくやったな、ご飯。すごかったぞ。父さん、母さんにマネって言ってくれ。いいかよ、様。ここしかなかったんだ。されない限り再生し続けることができる。しかも
サイヤ人の細胞によりパワーアップすることができた。最後の決戦。何がおかしい？秘伝も触れたのか？お父さんの敵が撃てて嬉しいんだ。貴様はぜひこの手で殺したかったと思っていた。それはどうか。今度はそううまくいくとは思えんが。今では終わらんぞ。遊びはもうせんぞ。すぐに終わらせてやる。地球ごと全てを消してな。どうした孫悟飯、最後の抵抗を見せてみろ。これが抵抗したって無駄なことぐらい分かってる。おいこら、諦めんなんてねえだろ、ごはん。お父さん、まさか、どこ？あの世から話してる。おめえも思いっきりカメハメハをぶちかましてやれ。さすりゃ勝てるさ、絶対だ。だけど、今の僕は片方の腕しか使えないし、木だって、もう、半分以下に。大丈夫。おめえなら勝てる。自分の力を信じろ。わかりました。最後に見せてくれよ、オラたち二人で作った力を。はい。
空だ。あの世から喋ってんだけど、ちょっと聞いてくれ。前にブルマから言われたことがあんだ。このオラが悪い奴らを引きつけてるんだってな。考えてみると確かにそうだ。オラがいねえ方が地球が平和だっちゅう気がすんだ。だからよ、土やご飯には悪いと思うけど、蹴らせてくんなくていいや。いつかおめえたちが死んじまったら、また会おうな。